ここで一息つこうか。
何かあるぞ。
人ともしっかりしなくちゃ。まだぶつける。よくやるよね。ところでお二人はどうして戦っているのでしょう。最高だぜ。次の一撃で決める気か。これで幕引きのようだな。これで終わりだと思ってんじゃねえだろうな。そう来なくちゃな。まだやるつもりなの？もう怪人化が保ててないのに。二人ともすごいわ。クレドさんがシャトラールさんと初めて戦った時みたいです。それ以上かもしれません。あれ、どうされました？クレドさんの黒い力が少し収まってきてませんか？怪人化が解除されたせいかしら。どうだ、まだやれるか？足りめえだ。マジかよ。指一本動かせねえ。自らの闇に飲まれて制御の効かぬ力を振り回したツケだ。まあそんな闇を抱えつつ今日までよく自分を保ったと言うべきか。シャトラールに礼を言うのだな。ああ、おい、どういうこと？そなたはある時からシャトラールを倒すことを志してきた。それがあるゆえに自らに救う闇にとらわれることなく心の均衡を保てたのだ。ところが予期せずして彼は世を去り、そなたは目標を見失ってしまった。本来そなたを支配していた闇が再びうごめき出したのだ。手に納得してんじゃねえよ。そなたの元となった人間はベルセルクと呼ばれる種族だった。ベルセルクの力と心の闇は表裏一体。そなたにも心当たりがあるはずだ。昔から大した努力もせず、大抵のことは最初から人よりできた。だから一生懸命取り組んだり必死になるってことがわからなかった。だが最初に人を切った時、俺は迫り来る死の恐怖を感じながら死に物狂いで剣を振るった。そして生き残ったことは感じたことないほどの愉悦をもたらした。生きているという実感、この上ない喜びが、そこに目の前であいつが、リサが死んじまったにもかかわらず、それからだ。辻斬りを始めたり、やたらと喧嘩を売るようになったのは、大老たった命のやりとりほど、充足感を感じられるものは他にねえ。ふん、クレド、そなたは戦いが苦手なのだ。はあ、見ただけで物事を習得できる、そんなそなたが必死になった。ようやく見つけたのだよ、そなたの完璧ではない部分。
すなわち自分の中にある成長の可能性を。俺の成長の可能性。そなたはそれを克服することに喜びを見出しているのだ。そのいびつな認識こそが闇、ベルセルクの力の根源なのだ。だがそれはちょっとした際で大きく変化するものだ。どういうことだ。今そこで無様にも大の字になって、そなたは何を感じている？こいつのしぶとさにうんざりしてるところだ。もし本当にそうなら、そなたはなぜ笑っているのだ？笑ってる。ある種のすがすがしさと達成感、そして相手に感謝の気持ちすら感じているのではないか。は？そしてそれはシャトラールに敗れた時も同様だったはずだ。俺があいつにだと。正々堂々と全てを出し尽くした戦士だけが到達する境地だ。その認識があれば自らの闇にとらわれることはない。物事とは存外単純なもので、そなたの認識で世界は変わるものだ。これはスミノフ殿を介して聞いたことなのだが、孤児院のシスターとシャトラールは幼なじみだったそうだ。シスターがそなたのことを彼に託していたのかもしれんな。この件はそなたを孤児院に預けた私にも責任がある。クレド、すまなかったな。さっきからこっぱずかしいことを偉そうにベラベラと。聖女だかなんだか知らねえが、今日のてめえは本当ムカつくぜ。わかったよ。もう少し、もう少しだけ付き合うことにしてやるぜ。ああ、よろしく頼む。アドルも恩に着る。これでみんな揃って夜を迎えられる。ロスビータ、解決したようですね。ああ、一時はどうなるかと思ったわ。ねえ、家出してすぐに連れ戻された気分はどう？ああ？とにかく、クレドさんが戻ってきてくれてよかったです。ああ、そうだな。今後についてなのだが、改めてそなたたちに話がある。ここではなんだから、アドルの拠点に参るとしようか。アドル、クレドを運んでやってくれるか。いらねえよ。へえ、一人じゃ立てないくせに。てめえ、後で覚えとけよ。役に立てて嬉しいよ。何もこんな戦勝記念祭の日を選ばなくてもいいのにね。
グリムワルドの負の蓄積、魔物たちが最も荒ぶるのがこの日だ。実際にここ1年のうちでも今日ほど魔物が活発な日はない。百年戦争がこの地に残した傷跡がそれほど深いということだ。現実のバルドゥークに影響を与えると聞いちゃいたが、ついに奴らが実体化して溢れ出てきたってわけね。今日は特に人でも多いし、気を引き締めないといけないね。ああ、今日の夕方以降。間違いなく最大勢力のグリムワルドの夜が顕現する。それはいつもの夜とどう違うのかしら。規模が大きくなる程度なら対応も難しくないかもしれないが、実際どのようなものが顕現するかその時まで知ることはできない。今回も可能な限り調べてはみたが予測はできなさそうだ。そうなの。グリムワルド自体は古の神々が用意した器に過ぎない。そこに再現される世界は蓄積された感情に左右されるようだ。なんだよそりゃ、結局出たとこ勝負ってことか。まあ始まってからのお楽しみってことでいいんじゃねえか。そういえば結局ゾラさんはどうされているんでしょうか。もう私たちが戦わなくて済むって言ってましたけど。結局音沙汰なかったわね。そもそも誰も当てになんかしてねえだろ。お父様の行動は読めません。わがままというか奔放というか。ご存知の通り、研究のためであれば全てを利用するような方です。私が言うのもなんですが、味方と考えない方がよろしいかと。昔から純粋であるがゆえに揉め事を起こすことも多かった。戦時には軍師として頼りがいのある人物ではあったが、彼の介入も考えられる。一緒に百年戦争を戦ったはずだけど、僕たちを何とも思ってなさそうだよね。まあ僕も何とも思ってないけどさ。それで結局この後はグリムワルドまでは待機か。でも魔物たちが実体化して、ま、放っておくのはまずいかも。そうですね。どうせどこにいてもその時が来れば。街の中でも特に負の感情がたまりやすい場所は気をつけてくれ。特に百年戦争にまつわる場所には注意した方がいいだろう。なるほど。グリムワルドまで街の巡回ということで決まったようだね。いよいよか。アドル、くれぐれも気をつけてくれ。
装備も今のうちにきちんと確認しておけよ。みんな必ず無事に帰ってきなさい。おいしいご飯とお酒を用意して待ってるからね。くださいね。じらさないで。今日もガンガンじらす。いつでもお待ちしてます。どうする？そうかではな。お疲れさん。アドルさん、羽物、これはまさか。思い出しましたか？戦争が終わったらお茶会をしようと約束していました。出征の直前だったか。覚えていてくれたのだな。本来なら言い出した私が誘うべきであるところをありがとう、姉もな。ええ、事情を話したらユファさんが持たせてくれました。彼女は戦場でも限られた食材で美味しいものを振る舞ってくれたな。あなたは男の子と遊んでばかりで料理はからきしでしたね。うん、アドルの前で言う必要はないのではないか。どうした？私も二人と同じように本物を感じたいと思いまして。本物？ええ、私は人形ですから。日差しのぬくもりも、そよ風の優しさも、紅茶の香りも感じることはできません。でもそれでもアドルさんやロスビータが好きなこの世界をもっと知りたいのです。アネモナ、私がこんなことを考えるなんて、これは良いことでしょうか、それとも悪いことなのでしょうか。私は人形ですから、迷うなんてことあってはならないはずです。アネモナも変わったな。ロスビータ、そのように悩み迷うのは人形ではない。ふむ、ひょっとしてそなたの探し物は私ではなく自身の心だったのではないか。え、あ、思い出しました。お父様が錬成に失敗して魂を失ったあの、私は心を持たない罰としてあなたと引き離されたのだと。アネモナ、そなたは長い長い旅をしてきたのだな。そして今求めたものを手に入れて帰ってきた。おかえり。
かけがえのない私の無二の友人よ。ロスビータ、ただいま戻りました。アドル、ありがとう。アネモナをここまで導いてくれて、おかげでこうしてお茶会の約束を果たすこともできた。私からもお礼を言わせてください。胸の中にかかっていたもやがようやく晴れた気がします。ロスビータの言う通り、私の探し物は自分の心だったようで、ハドルさん、本当にありがとうございました。この大変な時に連れ出しちゃってごめんね。他の人にはなかなか相談できないことがあって。それってどうして分かったの？すごいね、アドル君、お見通しだね。私が養子ってことはもう知ってるでしょ。でもそのことをまだ弟たちには知らせてないの。みんなの物心がついたら話そうって決めてたんだけど、頑張って一生懸命育ててきて、そのいざとなったら怖くなっちゃった。血がつながってないって知ったらどうなるのかなって。自分たちがホムンクルスだって聞いて、私本当の姉じゃない上に普通の人ですらないんだって。もしあの子たちが、ごめん、こんな話を聞かせたら困るのは分かってたけど、フェリックス君にも言えないし、アドル君くらいしか。こんなところで何してんの？フェリックス兄ちゃんにチクっちまおうかな。なんだよ、なんだか元気ねえな。腹でも痛いの？ねえウード、例えばの話よ。私が本当の姉ちゃんじゃなく実は赤の他人だって言ったらどうする？は？なんだよそれ。いいから、姉ちゃんの質問に答えなさい。そりゃもう普通はびっくりするだろう。でもそれくらいだな。え？だって関係のない人間とずっと暮らしてきたのよ。騙されたとか、もう一緒にいたくないとか思わねえよ。父さんや母さんの代わりに一人であんだけ一生懸命働いて、本当に赤の他人だったらあんなことができるかよ。たとえロムン人とか怪人だったとしても関係ねえ。
ユファ姉は俺たちの姉ちゃんだろ。フーダ、なんだよ、もしかして血がつながってないこと気にしてるのか。え、どうしてそれを。あ、そのあれだ、ユファ姉前に日記つけてただろ。もしかしてあれを見たの。信じられない、あの日記はフェリックス君との。片付けずに机の上に放り出しておくからだろ。人にはちゃんと片付けろって厳しいくせにさ。ちなみにマークのやつも知ってるぜ。エルはまだよく分かってないみたいだったけど。待ちなさい、ウルド。わあ、待ちなさいってば。罰として思いっきり抱きしめてやるんだから。やめろよ、気持ち悪いな。そういうことはフェリックス兄ちゃんとしてろよ。行こうな。よ、では前回アドル君、アドルさん、それでは見回りを開始しましょうか。百年戦争関係の場所は気をつけろって言って。逆に言え。ではそ、よーし。アドル、どうした。いや、驚いたな。私は500年間こうして戦友のホムンクルスたちと戦い抜いてきた。何十人もの彼らを育て、そしてその最後を見取ってきたのだ。ひたすら夜の魔を飼っては力尽きた戦友たちを見送る、そんなことを繰り返すうちに、私の悲しいはずのことも悲しいと感じなくなっていった。自分が糸で操られる人形劇の人形のように思えたのだ。それはだが、町で育ったあの子たちはそれぞれが問題を抱え悩みながらも、私の目にはそれがとても眩しく映るのだ。
て、次第に私に人としての気持ちを思い出させてくれた。彼らを導いてくれたのはアドル、そなただ。そう、これ以上彼らを戦わせたくないと思ってしまうのは、彼らの戦いを終わらせることはできないだろうか。ああ、はあ、そうだな。ひとまず今は目の前の問題を全力で対処するとしよう。アドル、よろしく頼んだぞ。水を汲んでくれるか。偉大なる主神グリムニルよ、グリアの大地よ、風よ、精霊よ、今日我らはまた大いなる試練の日を迎える。見届けたまえこの戦いを、我らとこの地の行く末を。
略式ではあるがな、毎年この日に行っているのだ。私なりの覚悟の表明としてな。そなたは異国の神との会交を果たしたことがあるそうだな。実は私も似たような経験をしているのだ。それって…そうだな、ロスビータが生きていた時代はまだノース教が主流でな、私の育った村でも皆が熱心なノース教の信徒だったのだ。だからあの日のことは今でも忘れられぬ。川へ落ちた子を助けようとして命を落とし、主神たるグリムニルと開口したあの衝撃を。グリムニルは私に一つの使命を与えた。彼と敵対する神の一中ルキの勢力を駆逐すること。それは現世においてルキの加護を得たブリタイ軍を退けることを意味していた。だからこそ私は軍に志願し、そこであの戦友たちに出会ったのだ。うむ、今では国家間の紛争として伝えられているだけだ。やがて100年にも及ぶ戦いの趨勢が定まり、ブリタイが大陸から撤退し始めた頃、時を同じくして神々の世界ではグリムニルがルキと差し違えていた。そのさなか私はブリタイ王の関係に陥れられ、知っての通り家計に処せられたのだ。その前後にグリアは国教を聖国教に改め、ノース教の神々は次第に信仰を失っていった。これが私のロスビータの人生だ。もはや何も取り戻すことなどできぬし、そのつもりもない。ただ戦友たちと共に取り戻したこの地を私は守り続けていきたい。あの戦争を途中退場してしまった私のせめてものけじめだ。そなたもそう言ってくれるのか。昔の仲間たちにも口酸っぱく言われたものだ。一人で突っ走るな、もっと自分たちを頼れとな。アドル、手を出すがよい。グリムニルより賜ったものだ。本来グリムワルドの討伐を行う半神たちの長の証らしい。力のほとんどは失われているが、どうか。ああ、うむ、アドル、これも勝手な願いなのだが、もしもの時は。あ、いたいた。そなたたちどうしたのだ。よくここが分かったものだな。ええ、お二人がなかなか戻らないので足跡を追わせていただきました。まさかこんな人気のない場所で二人でいるとはね。ふふ、隅に置けないな、アドル君も。聖女様も所詮人間ってことか。一体何のことだ。もう皆さん、とにかく見つかってよかったです。バルドゥークの町、ここからもよく見えますね。へえ、祭りでにぎわってるのがここからでもわかるね。あ、うちの畑が見える。へえ、闘技場の催しまで。どんな視力してやがる。さすが色ぼけ牛女だな。凶暴家で鳥男に言われたくないわよ。こんな場所で。
何ほうけた顔してやがる。いや、ちょっと昔のことを思い出しただけだ。ちょうどよい。グリムニルに今宵の必勝祈願を捧げていくがいい。なんならここで稽古でもつけてやるか。そなたたちの気合を入れ直す意味でな。よし。何やる気になってるのさ。聞かせてもらおう。そなたたち、これを焼く。うん、上出来だわ。お勤めの時間ですね。怪人たちを刻限だ。さあ始めようぜ。
次が来るぞ。Yeah!
最後まで楽しませてくれよ。そなたたちならやってくれると思っていた。みんなお疲れさん。いいね、楽しめそうじゃねえか。
助かよ。足を取られると面倒だ。できるだけ避けて進もう。何かあるぞ。
とでも進むの結構大変ね。慌てず確実に進むしかありませんね。やるじゃねえか。レベルアップです。
Yeah!
どうした？もしかして。あ、なんだこりゃ。Thank you.
まさか。自分が正しいと思うことは有無を言わさず推し進めるやつだ。それがうまくいくときはいいんだが、そうでなかったときは。とにかく昔からアプリリスですら手を焼くよ。だからアドル、お前がもしもの。お役に立てたようで何よりです。これは美しいな。
何、大した話じゃねえ。礼を言っておこうと思ってな。わざとらしくしらきってんじゃねえ。さっきの闘技場の件だ。勝手に焼かれたおせっかいに礼なんざ必要ねえと、てめえらにとっちゃ大切なことみてえだしな。ま、感謝してやるぜ。そうか、父を求める気持ちは今も変わっちゃいねえが、ま、好き者が落ちたような気分ではあるぜ。もう我を忘れて相手を切り刻むことはなさそうだぜ。そうだな。あ？なんで急にリサの話が出てきやがる。まあいいか。そうだな。残念ながらてめえが期待するような答えを俺リサのことは思っていた気もするし、別にそうでなかった気もするな。ただ俺の話を聞きたがるおせっかいな女だ。思えばあいつの死と引き換えに俺はこの力に目覚めたわけだが、生きてりゃこうして一緒に酒を飲むこともあっただろうな。シャトラールもそうだが、俺に関わるとろくな目に合わねえ。アドル、てめえも覚悟しておいた方がいいぜ。まあ確かに闘技場じゃてめえと何か共有できた気はする。ただそのせいで戦いへの高揚感は最大級のグリムワルドとやらも心の底今も。やれやれ、こればだってなら冗談じゃねえ。それだけはまっぴらごめんだぜ。まあまずは目の前に迫る今。
しいな。
行け。それ、何かあるぞ。何かあるぞ。
ああ、上出来かな。聞かせてもらおう。そうか、要件を聞か、そうか、取引の依頼か。そうではな。気をつけて。